Hi, I'm GoGo Shinichi. 本日はですね、こちらになるんですけども、ファーストエイドキットの紹介をしていきたいと思います。で、僕がですね、普段準備しているファーストエイドキットは3種類ありまして、まずこちらのボックスタイプがですね、まあ、いろいろ入っているもので、ストックの意味も含めてこのような形でボックスタイプで家に置いているタイプになります。で、こちらがですね車に置いているタイプになります。まあね、やっぱり災害だとかね、緊急なことっていうのはね、いつどのような場所で起きるかわからないということで分散している形になります。で、こちらがですねキャンプだとか登山アウトドアシーンで使っているファーストエイドキットになりまして、今回はですねこちらの中身を紹介していこうと思います。まずバッグなんですけども、僕はですねこちらエクスペドのファーストエイドバッグ S サイズっていうのを使っております。こういうロールタイプのものですね。で、容量がですね 1.25 リットルのものを使っております。で、こちらのいいところはこういう形でロールタイプのもので簡単に開け閉めができて、なおかつ完全防水という形なので、まあ、アウトドアシーンではですね、かなり使いやすいものになっております。で、次はですね、こちらですね、ソルのエマージェンシーブランケットになります。これはね、サイズ的には一人用で、140cm×210cm ぐらいのものになります。で、こちらね、ブランケットはですね、例えば、まあ、一泊の時なんかは、寝袋だとかね、シュラフカバーとかも持って行ったりする場合もあるんですけども、これはね、広げれるタイプなので、グランドシートだとかにもできますし、車って使ったりもできます。でですね、これ今、ゴムをやってますけども、この目立つ色っていうのがですね、まあ、緊急的な意味でもいいかなっていう、思いますし、遭難した時の目立つのと、あと中がこういう風にねギラギラしてるのがわかると思うんですけども、自分の体の反射熱でですね暖かくなるっていうことになりますので、まあ、例えば登山の時の冬山での低体温症の防止だとかにもなります。次はですねライト類なんですが、まあ、こちらのライトはねファーストエイドキットじゃなくて他にねバッグのね雨蓋に入れてたりする時もあるんですけども、今回はね、こちらの中に入れて紹介しています。で、まずはメインのライトが、ペツルのですね、タクティカプラスっていうのを使っています。結構明るい。例えば僕は登山でですね、暗い時に行動したりね、キャンプであれ、あっても、まあ夜ね、焚き火だとかする時に、両手がまず開くっていうのがね、ヘッドライトのいいところになります。で、サブはこちらのモンベルのコンパクトマルチランプってやつですね。で、どちらもですね、単用の電池で統一してますので、バックアップのバッテリー類は電池と一緒に別に保管して、アウトドアに行っております。ライト類はこちらですね。はい。で、次はですね、これになるんですが、今ね、こちら、3ミリのね、細引きが、ついてますけど、これはね、首にこう、からえるような形で、こういう風にね、つけてるんですけども、まずですね、ビクトリノックスのクラシックっていうシリーズね。これがね、コンパクトでいいんですよね。で、ここにね、ちっちゃなナイフと、あとね、こういうような形で、コンパクトなハサミがね、ついてるのがね、こちらのシリーズのいいところになります。あとね、爪を研いだりするような形で、ヤスリだとかも、このような形でついております。で、まあ、ファーストエイドということで、例えばこういうテーピングだとかね、あと、ちょっとしたね、応急処置するときに、ハサミがあるとやっぱり便利なので、こちらのビクトリノックスのやつですね。あとは、こちらがですね、ライトマイファイヤーのファイヤースターターですね。これもね、やはりね、焚き火だとかするときに、便利になってきます。で、こちら、ビッグのライターも入ってるんですけども、まあ、バックアップっていう意味でですね、簡単にまあ、火がつけるバージョンと、あとまあ、どういった状況か、雨が降ろうが、どういった状況かでもつけれるライトマイファイヤーっていうね、こちら二つ、着火セットっていうことでつけています。あとは、これも緊急用のね、遭難した時だとかに使う、レスキューホイッスルっていう形ですけど、僕が使ってるのは、FOX4E のマイクロっていうね、
シリーズになります。これもかなり優秀で、中にね、この玉とかが入ってるタイプじゃなくて、壊れづらいっていうのと、あとね、この穴がね、3つ開いてますよね。これはね、どこかが塞がったりとかしても、この、笛がね、鳴るっていう形で、丈夫ですし、コンパクトっていう形で気に入っております。僕はね、野営することが多いので、野生動物対策としても、こういうものをね、キャンプ地でね、首にからっとけば、緊急時でもすぐね、対応できるっていうことで、こちらになります。で、ビッグのライター、先ほど紹介しましたね。あとは、ちょっと細々したものになるんですけども、こちらはですね、ポイズンリムーバーですね。これは、こうか。こういうような形で使います。こういうような形ですね。これはですね、今こちら、跡がちょっと残りますけども、ヘビだとかね、毒ヘビだとか、あと、スズメバチだとかに刺された時に、毒をちょっとね、すぐ抜かないといけないので、これをすぐね、すかさずこうやるという形になります。で、あくまでこれはね、応急処置っていう形になりますので、山の中で、病院にすぐ行けない場所ではすぐ対応して、実際にはもう、病院に行って治療するっていうことが大事になります。まあ、ファーストエイドキットっていうのは基本的に全てそういったようなものになりますので、山の中ですぐ、応急処置をして、実際には、病院でしっかりと、傷だとかね、怪我を治すっていう形になります。次は、テーピングですね。まあ、テーピングは、まあね、ちょっと打撲だとかね、突き指した時とかに、あまりこう、動かしたくないので、固定してね、しっかりと固定するっていうような形になります。あと、なんだろうな、足をね、くじいたりとかした時に、ちょっとね、しっかりとね、足首を固定したり、あとね、靴とかがね、登山靴とかね、長く使ってるとね、ラバーのところだけベローンと、ソールがね、剥がれてきたりする場合があるんですけども、その時にこれをぐるぐる巻きにするっていうのでも使えます。これは一本新しいもの、丸々入れてます。で、ファーストエイドキットの道具はね、できるだけね、補充はしっかりとして、定期的にね、チェックするっていうことも大事になりますので、それもね、しっかり皆さんしてもらうといいかなと思います。はい。で、次は、まあ先ほどの靴の話が出たんですけども、これ靴紐ですね。靴紐が、切れてしまったりだとか、あと、緊急で、なんかね、ちょっとしたね、紐、ロープだとかがね、固定のために必要になった時に、こういったものが入っておくといいです。これ、2セット入っています。はい。で、次は、こちらは、ピンセットになります。これはね、トゲが刺さったりとかね、よくあるんですけど、登山とかであればね、こけた時にね、手をね、受け身でポンとついた時に、その地面にね、トゲがあったりとかして刺さるんですよ。で、これがね、刺さったままになるとね、かなり集中力がね、なくなったりとして、慌てるんですよね。で、別の、事故とかにもつながったりする、集中力が切れてなったりするので、できるだけもうその場ですぐ取るっていう形。で、これはね、貝って書いてるんですが、貝印さんのやつがね、結構精度がすごく良くて、ピタッとね、こうしっかりとこう揃ってるやつで、毛抜き、これはピンセットはかなりいいです。こういうような形。あとはね、ダニですね、マダニ。イノシシだとか野生動物がいるところはマダニがいますので、刺された時にピッと取るような形になります。まあ、マダニもね、すぐ病院にね、できるだけ早くね、行くっていうことが大事になる、と思います。で、あと、耳栓。これはね、人気なね、キャンプ地だとか行った時に、結構人がね、多い場所だとかもあるんですよね。そういった時に耳栓があるといいかなと思います。あとは、服が破れたりとかしたりとかする時。で、あと、先ほどね、トゲが刺さったりって言った時に、奥にやってる時に、これでね、多少ね、皮をこう切ってね、現場でね、トゲをね、綺麗に、取るっていう形になります。あと、こちらはですね、ペットボトルのキャップになるんですけども、キリでね、小さくね、ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、真ん中穴開けてます。これは、ペットボトルに水を入れて、まあ、怪我した時にね、まあ、流水でね、綺麗にこう、
あの泥とかを払うということで、こちらを、持って行ってます。ペットボトルの単なるキャップですね。あとは、アルコールティッシュですね。ウェットティッシュ。これもやっぱりね、あの手が汚い状況で、例えば怪我とかのね、応急処置するときに傷口にね、泥とか入ったらよろしくないので、まずこれで手をきれいに洗ってから応急処置をするっていう形になります。で、マスクになります。マスクはね、最近ではね、やっぱり感染症対策だとかもそうなんですけども、あと僕は登山をするので、活火山ですね。九州とかでも活火山がかなり多いんですけども、煙だとかをね、吸わないためにこういったようなものを持っていております。で、こちらがポケットティッシュ。これも何かとね、血をね、こうね、拭いてみたりだとかね、手をきれいにしたりだとか、あと、まあ、緊急のトイレだとかするときに、こういったものがないと、ちょっと大変かなと思います。あと、バンドエイドなんですけども、こちらはね、傷パッドってやつですね。最近はね、もうしっかり塞いでね、こう、なんて言うんですかね、僕もあまり詳しくないんですけども、濡れた状態でかさぶたをね、ずっとこれ貼りっぱなしでね、中でですね、ある程度こう、傷口が乾燥しない状態で治していくっていうことがあるみたいで、これを使ってます。で、これ防水なんで、毛が、擦り傷とかした時に貼っててですね、そのままキャンプするときに、まあ、水だとか汚れたりとかするときに、傷口にね、汚れだとかが入りづらいので、いいかなと思います。で、これはですね、普通のタイプを3枚と、ちょっと大きめのタイプっていうのを3枚入れております。はい。で、こちら、最後にですね、こちらなんですけども、ワセリンと、クリーム類、ハンドクリーム類ですね。これはまあ、手が乾燥したりだとか、まあ、傷に、ね、ワセリンなんかはね、傷の中に汚れだとかが、入らないために、乾燥しないために塗ったりとかして、ガーゼを貼るとかもあるんですけども、ワセリン。あと、ワセリンはね、あとね、着火にもなるんですよね。例えば、こういうポケットティッシュにワセリンをね、ちょっと塗ってから火をね、ライターでつけると、日持ちがかなりいいので、緊急時の焚き火するときにはこのセットっていうのがいいかなと思います。で、こちらはね、ボディクリームなんですけども、僕はね、こういったようなね、僕、この匂いが気に入ってて、ジョンソンのですね、ボディケアっていうやつ。これはね、アロマ効果があってね、やっぱり緊急時っていうのはね、ちょっとテンパってたりするんですよね。で、メンタル的にね、気持ち的にやられる方とかも多いんですよね。やっぱ特に経験値が少ない人だとか、そういった時に、これを手に塗ったりだとか、ちょっとこう、鼻の下とかに塗ってリラックスをさせるっていうような形になります。で、ワセリンもこういったような形でしっかり大きいものを買ってて、まあコンパクトなものに入れております。詰め替えてるって形。で、ちょっとなくなってきたらまたここからね補充するっていう形で使っております。今回はですね、僕がキャンプで使っているファーストエイドキットの中身を紹介させていただきました。ファーストエイドキットの中身なんですけども、やはりね、行く場所のレベルだとか、あと人それぞれの体力だとか、あと持病だとかをお持ちの方であれば、まあ薬だとかね、まあ揃えるものはね、変わってくるかなと思いますので、あくまで今回の動画はね、参考程度にしていただいて、自分に合ったファーストエイドキットっていうものを準備してもらえるといいんじゃないかなと思います。あとね、キャンプに行けない日なんかはね、雨だとかね、そういう日はね、キャンプの道具の準備もそうなんですけども、ファーストエイドキットの中身の見直しだとか、やっぱり備えあれば憂いなしということでですね、準備をしっかりとね、する時間に当ててもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは、また！